続いてはディープウェーブです。気になる釣りの話題を番組独自の視点で深掘りしていくこのコーナー、今週は宮本秀彦さんに聞く一つ天山台入門、題して自分の釣り方メンテナンス希望、エビでタイを釣りたいのコーナーです。なるほど、今日も長かったですね。ちょっと長かったですね、はい、エビでタイを釣るってのはもうことわざありますけど、うん、そうですね、もうまさに一つ天野ですよね、うんうんうん、もう本当小さなエビをつけて大きなタイが釣れるんですよ、ね、ですね、はい、入門ということですけどなかなかハードル高いのかなと思ってしまいそうですけども、うん、いやとんでもない、もう本当に単純な仕掛けで簡単な釣り方なんで、どなたでも僕と一緒に行ってくれれば本当釣れますよ。ちょっと見てこれ大きい、ね、大きい、このくらいは本当に釣れます。すごいな、うん、釣りたい、エビがついてますから ねタイの方から寄ってきてくれるわけですね、で今の時期ね、この春ってのっこみって言われてるじゃないですか、はいはい、のっこみはどうですか、ね、今ね、もう昔はねきっちりあの何月から何月頃までって決まってたらしいんですけど、今はもうロングランですね、もう2月ぐらいに釣れたのものっこみって言われたりするし、だらだら多分7月ぐらいまで釣れるのがのっこみ、特に大きいやつですね、とお腹が膨れてて、まあ、卵もしくは白子が入ってるっていうのがのっこみ代、産卵のために浅場に来るっていうのがのっこみって言われているんだけど、それがこうだらだら長いこと続いているってことなんですね、うん、でそれがやっぱりあの浅場とも限らないんですよね。あ、そうですか、はい、時には20メーターで釣れたり、まあ、60メーターで釣れたりとか、うん、なかなかやっぱね人間が解読できないですね、はい、こちらは一つ天山台で出船している釣果情報を集めてみたんですが、わ、うん、あのまあね、数でいうと0からまあ5とか6とか、はい、まあ、差はあるけども、はい、型がすごいです ね、釣れたらでかい、圧倒的にいいですね、5キロと、はい、だってさ2キロのマダイだって大きいよ、大きいですよ、大きいですよ、もう釣ったらもうね釣り味最高ですよ、ね、6.4 キロってものすごい大台だな、うん、こういうのがやっぱのっこみ時期だと大型が釣れやすいですか、はい、そうですね、釣りやすいっていうことでいわゆるのっこみマダイって呼ばれてますね。あとまあゼロが出てるんですけど、いろんなゲストが釣れるんですよ。あ、そっか、エビだもんね、うん、はい、もうホウボウだとか、ハナダイも釣れますし、だからまあ飽きないですね、やってても、うん、だからうまくあの船がポイントに当たってくれるとこういう大きいのが誰でも釣れます。でビギナーズラックがすごいある釣りです。ただやっぱりね、それにはやっぱ通った方が確率が上がるんで、うん、ちょっと辛い釣果でも次に期待して通ってもらえれば応えてくれますね。そうか、うん、マダイの釣り方っていろいろありますよね、はい、まあ、今回一つ天山で教えていただけるってことですけど、はい、タイラバもあるし、はい、あとコマセもあるし、コマセでしょ、はい、ね、ジギングでも釣れることあるし、そうなんですよ、今年はね結構タイラバもタイジグもね体験して、まあ、一応マスターしとこうかなと思って、いろいろやれてるんですね。やりました。じゃあそんな中、はい、今回は一つ天山台ということですけど、はい、改めて基本どんな釣り方ですか。はい、やっぱり底に天野をつけてリフトアンドフォール、いわゆるしゃくって、またあの天野がそこまでつくっていうのが、これが基本の釣りなんです。だから誰でもできるんですよ、はい、うん、ただどうしても底立ちがわからないとこの釣りって成立しないんで、できれば底立ちができる適合天野、だこれ水深によってなんですけど、まあ、20メーターだったらまあ5号か8号ぐらい、うん、で30、40だったら10号ぐらいをつけててもらえば大体どこでも、釣りになると思います。今これタックルの、ね、はい、映像出てますけど、はい、あの誘導式って書いてある、はい、あの僕の一つ天野のイメージって、うん、重りに針が固定されてる、ジグヘッドですよね、バスでいうね、はい、でそれに孫針がついてっていうね、はい、イメージだったのに今誘導式今ねちょっとね流行ってるんですよ、うん、で何がいいかっていうと、どうしてもヘッドが動くんでかけた後バレが、少ないって言われてるんですけど、バレますけどこればっかりしょうがないんですよ、もう、ね、今バス釣りでもフリーリグとか、うん、はい、まあ、これ一番馴染みありそうなのはテキサスリグとかね、やっぱ誘導式の進化がついてて、ね、はいはい、本当同じです、同じ原理ですね、ちょっと針が小さめなんで
あの小さな餌の場合は2匹掛けしたりとか、あのやっぱり利点はあるんですよね。餌は、はい、あのエビって決まってるんですか？もうやっぱりこの釣りが一つ天野が全国的に普及したのが冷凍エビで釣れるっていうんで全国的に普及したんで、だ冷凍エビだともう一年中どこでも手に入る、うん、で今ちょっとねあの鹿島エリアだけね時期的に1エビを使わせてくれるんですよ、うん、だこれはねやっぱり餌持ちがいいんで使ってても、餌を取り替える頻度が少ないんで1エビの場合はやっぱ楽ですね、うん、やっぱそんだけ1エビだからあの取り替えない頭が取れにくいんで超過もちょっと上がる気がします。頭がついてた方がいいと言いますよね、はい、絶対ですね、うん、竿は専用竿がやっぱりいいですか？できたらその方がいいですね。当初はねあの白ギス竿を、使ったりもしてたんですけど今もうこれだけね、流行ってるんで専用竿も各社ね出てますんで、まあ、最初入門だったらば船江戸でねレンタルタックルが今充実してるんでそちらをねお使いになるのが一番いいと思います。お手頃値段のものでもいいんですか？全然問題ないです。もう本当にね1万円以下 の、 あのロットでも十分対応できますので、うん、あの竿の特徴でいうと硬いんですか？一応白ギスロットをイメージしていただけると一番近いかな。先端はじゃあ繊細で、うん、ただ全体的にもちょっとね、柔らかめ、うん、あの P ラインがどっちかっていうと細いんで非常にね釣り方としたら弱気な釣り方ですね、うんうん、かけてもうゴリ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 やってるんですけど実はドラッグは緩いぞっていう感じなんです、なるほど。じゃあ、まあねこう小さいタイもいれば大台もいるわけですかね。そうなんです。もう一つのねタックルで手のひらから5キロ6キロ夢の10キロまで釣れる釣りなんで夢はすごいねありますね。そんな一つ天山台の釣り方ですけれども、はい、今回はこんな切り口でお伺いしたいと思います、はい、さあじゃあ井手さんこちらお読みください。わかりました。釣り方メンテナンス参戦はい。餌は取られるなんて屈辱だ。天野をあげるときは魚をあげるときだこれはやっぱりエビ餌がついてるんであらゆる魚がね餌をつつきに来るんですよ。もうフグベラ、まあ、ヒラメにホウボウにメバルにカサゴ、だからあらゆる魚がやっぱ釣れるんで、でまあ一応こんな感じなんです。だ餌取りはもう馬面なんかの群れに当たるともう手に負えないぐらいになります。じゃあもう頻繁に餌チェックをしろと、もう当たりがなかったらもうそれ餌ないよっていう感じで、そうか、はい、これね今紹介してるの全部ダメな例とかね紹介してるんで、もしこれ自分ちょっと心当たりあるなと思ったら改めましょうということでやってるんですけど、はい、次行きましょうか。はい、天野は軽ければ軽いほどいいんじゃない、それが醍醐味でしょ。はい、これもね一応ゲーム性を重視するとこれでいいんですけど、どうしても自然な中で釣りするじゃないですか、潮が速い時風が強い時、だからやっぱり、適合天野を選んでください。それはやっぱりねあの自分でもわからなかったらもう船長に聞く、でだいたい船宿で朝あの船長が何号でやってくださいって統一してくれた方がやりやすいです、うんうん、例えば一人で軽いのもしくは重いのを使ってしまうと軽きゃどんどん浮いてってしまってどんどん糸出ちゃう、重いと今度そこについて糸が張ってるんでお待ちのる原因になるんですよ。これね、でも軽い点や使った方が、はい、なんかいいみたいなイメージなんか聞いたことがあるんですけど、それってどういう気持ち、はい、それは多分ね軽いから当たりがね出やすいんですよ、だから確かにね浅くて、軽い3号5号やった方が面白さはありますね、ただやっぱ場面はいつでもっていうとそうはいかないです。やっぱとにかく海底につかないと、そういうことですね。底立ちを感じ取れなかったらちょっと軽すぎんじゃないかなって思って徐々に重くしてってみてください。もうすなわち船長に何号ですかって聞いた方がいいわけですね。それがもう一番いいです、なるほど、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、でかい鯛が釣りたいんだよ、だからライも太く竿もガッチリだこれも改めた方がいいってこと。そうですね、どうしてもねあの一つ天野の場合はさっきも言ったように弱気な釣りなんですよ、だから P ラインも 0.6、0.8 太くても1号までです。あんな大台がかかった時、はい、10キロもかかる時あるんですか。そうですそうです。
それでもその08大丈夫なんだ、はい、大丈夫です。でリーダー僕はもう標準は P が 0.85 の場合はリーダーが 2.55 メーターフロロ、これが一番ね自分の中で長年やっていいバランスです。 2.55 って相当細いですよね。細いです、そうです。ただやっぱりロットも弾力があるし柔らかめでドラッグがついてるんでやり取りで上がります。ほう、はい、そうか。それ5メーターもつけるっていうのはどういうこと？これはね、5メーターが、ね、ショックリーダーの役目をしてくれるんですよ。だからそのくらいついてた方がいいですね。だ3メーターぐらいになって、いいやこのまんまって思う時もあるんですけど、やっぱりできたらねシステム組み直して5メーターつけた方がいいですね。そうか、うん、竿もねこうがっちり強い方がでかい体上げられるんだと思いそうなこともあるけど、うん、でもやっぱその柔らかくてクッション性が大事なんですね、うん、そういうことですね。システム大事なのはやっぱドラグも全部合わせて、はい、さっき弱気な釣りって言ってたけど、はい、そこでいなすわけですね、はい、だもうドラッグもバンバンに締めたりするともう大きい体が来たら一発で消えます。これはだから、まあまあ1キロ以下、うん、設定800グラムぐらい設定でいいと思いますね。結構緩いんですね、うん、でもね、意外と、まあ、ペットボトル例えばテストしたければペットボトルをぶる下げ水入れてぶる下げてもらえばこんなもんかってイメージつくと思うんですよ。なるほど、うん、あとはもう船長に聞いちゃう、うん、はい、うん、それともう一つはどうしてもね、風が吹いたりすると糸がバーッと吹けるんですよね、はい、テンヤも、まあ、比較的軽めなんでやっぱチャミングして糸を立たせながら、底立ちを取ってやるっていうのをやってもらえれば、うん、まあ、周りの人にも迷惑かからないし底立ちも分かりやすいということです、うん、しっかりスピニングリールでも、はい、サミングは大事ってことですね。大事です大事です、うんうん、そこを取ることが分かんなかったら、うん、やっぱり超過は遠くなってしまう。そうですね、うん、はい、なるほどね。いやーこれ宮本さんにいろいろ教えてもらったけどさ、これ一緒に行ったら上手くなりそうだね。いや本当に釣れますよ、うん、特にね今ねもうのっこみ機もありまして、うん、非常にマダイの活性も上がってる時期なんです、うんうん、だからまあ7月ぐらいまでは本当に行かれればね釣れますね。実はねこういうことすべて宮本さんの本に書いてありますので。そうなんですよ。よろしくお願いします、はい、ぜひそちら読んでください、はい、見てください、はい、さあそして他に影響するポイントってありますか？あとはやっぱり釣れてるエリアに行ってください。釣れてるエリア、うん、どうしても一つ天野が適用している海っていうのはそれほど多くないんですよ、うんうん、だからまあ関東だとやっぱり外房、うんうん、エリアに行くのが一番釣りやすいかなと思います。はい、で東京湾でも、やってる船宿あるんですけど、どうしても東京湾って潮がすごい速いんですよ、はい、だからもしやるんだったらもう15号13号って重めの点野でやんないと成立しないんで、うん、それだけ注意してもらえれば。でそういう風に考えると東京湾は平場とかの方が多かったりの方がちょっと有利ですね。うん、じゃあそういう場所に応じて、だから今本当もう東京湾平場大流行りなんですね。なるほどね、うん、はい、そして宮本さんの一つ天山大釣りといえば、うん、番組でも見られるんですよね、はい、5月29日の土曜日18時30分から初回放送の J ランド、はい、こちらでですね大野雄大さんの先生役でご出演されているということですので、はい、皆さんこちらもぜひご覧ください。釣れましたか？釣れましたね。あと彼も、ね、釣りをやってたんでもうすぐです。うん、やっぱり先生、いやいやいや、もう本当釣りを経験なされてる方だったら、で特に一緒に行ってもらえれば絶対がつくほど釣らせる自信はあり、いや自信というより釣っちゃいますよそういう釣りです。釣ったら食べたいですよ。そうですね。どのように召し上がります？ね、やっぱりね生のお刺身はだいぶ飽きてるんで最近火を通してね食べてることが多いですね。はい、どんな風に火入れするの？まあバターでソテー、あとニンニクバターがこれ万能なんで、ソテーして、ね、うん、食べてます。はい、美味しそうだ。そしてですね今週もこのコーナーやってまいりました。ほだ、釣って楽しむ、家族も喜ぶ喜び飯のコーナーでございます。はい、喜び飯コーナーになりました。こちらいいね、はい、やっぱりこう大きな鯛を釣り上げて家族で食べたけれども、うん、
やっぱりこう余ってしまったとか、うん、宮本さんのようにだんだんちょっと飽きてきたよなんていう方におすすめのレシピ、こちらご覧ください。タイのエスニックカルパッチョでございます。エスニックカルパッチョ美味しそうじゃない、はい、材料はこんな感じでですね、はい、そんなに変わったものはないんですけれども、作り方はちょっと簡単に説明しますと、うん、まず紫玉ねぎ、なかったら普通の玉ねぎでも大丈夫です、うん、なるべく薄切りにして10分ぐらい水にさらして、それをペーパーでよく水気を取ります。きゅうりはなるべく細い千切りにしていただいて、まあ、4、5センチくらいの長さで千切りにしてもらって、うん、パクチーは一口サイズに刻んでおいてください、うん、でニンニクはみじん切りにしておいてください。でタイのお刺身が余ったら、お刺身の状態を2つぐらいに切って細長い感じにこう切っていってもらって、うん、そこに今切った材料と調味料、合わせておいた調味料を加えて混ぜるだけです。なんかお刺身いっぱいこう作ったけども余っちゃった時なんかに、うん、ありますあります、ぜひ、はい、ちょっと違ったお味で、はい、やってみます。これ普通のカルパッチョも美味しいけどさ、うん、こうやってエスニックスタイル、これ何パクチーが乗ってたりとか、うん、はい、ね、あと何ナンプラー、あ、ナンプラー、はい、入れるとエスニックな香りになりますんで、うん、そうだね。あとね、うん、蜂蜜って書いてありましたね、お砂糖よりもなんか蜂蜜の方がナンプラーに合う感じがして、それでやってみました。じゃあ結構タイ料理みたいな東南アジア系の雰囲気になって、はい、あの辛いの好きな方はね、ちょっと唐辛子も混ぜたりしてもいいですし、ちょっと塩強めにしてもらって、でお酢が入ってるのでだんだんこう締まっていっちゃうので、食べる直前に混ぜた方が私は美味しかったですね。なるほどね、はい、宮本さんもうお刺身食べ飽きてるっていうことなんで、ちょっと余った時にはぜひ、はい、やってみます。はい、ということで、一つ天山大入門、美味しく食べる真鯛、さすがに楽しめることでしょうということでね、はい、以上ディープウェーブでございました。